くよ。こんなとこ死者が流れ着くさあ、死者どこへ。
Thank you.
星が徳沼を腰掛け腰掛け、はい、しからばお困りお米をめぐ、うん、おこち巫女の死のようこそおいで。巫女の死、お米が豊かに実りました。さあお手を。ああ、北条を。かたじけない。お米はまた、さよう。あなたの行く末に。星が、わしからお困りお米、米だ。おお、おお、まさしく巫女様のお米。ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。星がきを欲するならば、猿回し、猿を踊らせ、食らわせなされ。星がきを欲するんだ、猿を。
座って、墓地。ああ、分かった。アシーナ、やってくる。おめえ。
さてと、ぼちぼち、分かってる。アシナは今、出会った、うん、
おい、何をしている？どうじゃ。おお、よいしょ、溶けてきたぞ。いやが足りぬ。なみなみ、次は次へ。さあさあ、皆の衆、さあさあ、飲め飲め、振る舞い酒ぞ。さあさあ、皆で都人に。ああ、老館松座にお加えください。おお、やはりこの水でも都人の。
極め、まぜい。死なぬ者よく見さ。避けよ。おお、セキロ、気が利くな。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことや。お主、この酒の別の名を知っておるか？知りません。知らんのか。こいつはな、修羅酒とも言う、うん、昔わしは修羅を、いや修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体？斬り続けた者はやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。はっ。しよ。よう旦那、また。じゃあな、旦那。本に戦で死ん鎧かこの子。毎度旦那、さあ。じゃあな、旦那。また来た。
極陽。お前す。戦況に狼よ。行くか、狼。死なよ。行くか。では赤の不審切りならば、あやつの手にあるのは黒か。力のためなら己すら捨てる。そうよな。心よく。行くか。席では酒を持ってきた。おお、龍泉か。随分途上者だ。もらうとしよう。
実に染み入る。やはりこれじゃ、よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに釈放してもらってな。エマ殿と長い付き合いなのか。ああ、ずいぶん前に戦場で拾った。戦場？じーっと、ずーっと握り飯を睨んできてな。面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それから、なんだかんだあって、共にアシナに厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。まあ、どこだろうが、忍びといるよりはよほど幸せじゃろう。わしは日のないつ見え。では、まあ。
狼。狼本眉間の死黒。では。巫女様、源の香の花、手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは？流陰の巫女の血。つまり、私の血だ。九郎様の血。ですが、それは流れぬはず。ああ。流陰の巫女とは、そうしたものだ。だが、源一郎殿の居室で、タケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまず、これをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん。クス氏ならば、人の体に明るいか。確かに、そなたの言う通りかもしれぬな。私の血もま、我が血を流す。エマ殿に、好奇を放つ石が月見楼の傍らの、お主が落とされていた、そこの知れぬ、もしやその先が、だが、わかり、思い当たる。は。床桜は枯れ。はい、ですが。ふん。失う、持ち去らる先に。ぎょ。行くか、狼。は。お主に尋ね。はい。巫女様の血を流すす。何故、それを求めるのですか。戦況に、竜の涙を手に入れ。不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに流陰の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流陰の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何か分かったか。不思議りならば叶うと。そうか。不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん。試しにやってみぬか。不思議りは本来は抜けぬ刀、触りがあるやも知れませぬ。香をたく、その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。戦況にいた狼よ。行くか狼よ。はっ。